どうも、ヤクモコマチです。戦国姫5番外編、始めていきましょう。今回はなんですが、こっちの、信綱さんの方に行こうかなと思ったんですが、先にこっちですね、太田助政と読むそうです、これで。太田助政さんの方に行きたいと思います。ちなみになんですが、この子なんですけど、すでにね、2回イベントの方を見てしまってるんですよね。伊達家のストーリー中に。なんで、そちらの方、もしも見てない方は、探していただいて、結構最初の方だと思うんで、まあ、適当にパッパと見てってもらったら、太田さん仲間にして2ターンぐらいかな、多分仲間にしてから2ターン分か3ターン分ぐらいでイベントが来ているんで、この子のそちらの方をよければご覧ください。では、今回はこちらの寄っていきたいと思います。ああ、犬の声が聞こえるな。そういえば、向こうに助政の犬小屋があったっけ。まんじゅうを取られたり、引きずられたり、正直いい思いではないが、逆にここまで犬に馬鹿にされるっていると、なんとかして仲良くなりたい気持ちになる。せっかくだから、少し犬たちを覗いてみるか、と犬小屋に行ってみることにした。前回ですね、そんなに嬉しいのか。今すいてやるから、少し待って。前回なんですけども、これの前の話なんですが、少しだけお話ししておきますと、まあ、山道を、まあ、今目の前にいる3匹の犬がいるんですが、この子たち以外の犬たちも、訓練をしているそうです。助政はこの3匹はまだ、訓練が終わっている犬だそうなんですけども、この3匹と、まあ、もう3匹とで6匹で、山道を歩いていたそうなんですが、まあ相馬くんがね、別のその訓練中の犬の方だったかな、あ違うね、とりあえず3、助政が別の3匹に引っ張られてる形だったから、俺が手伝おうかっていう話をしたらですね、まあ、この慣れている方の3匹を渡されたわけなんですけど、そっちの3匹はちゃんとしているのは助政が、縄を引いている時、まあリードだね、要はを引いてる時だけで、相馬に渡った瞬間に、走り回っていくっていう山道を。で、まあ、相馬くんはずるずる引きずり回されたっていう話があったわけですね。まあ、それの、まあ、次の話だったりします、これは。では、まあ、続きを見ていきましょう。転がり回って喜んでいる犬たちを前に、助政も嬉しそうに笑っている。助政、今日は何をしているんだ？ああ、相馬さん。今犬たちの毛繕いをしようと櫛を出したところなんですけど、見ただけで喜んでしまって、順番を守らせるのに苦労していて。てか助政は首輪してるんだね。この当時、まあ、てか前の時にはあんま気にしてなかった可能性もあるんだけど、気にしたような気もするし気にしてないような気もするけど、ちょっとワンちゃんどいてくれないかな、助政の衣装見たいんだけど。まあいいか。苦労と言いながらも助政は笑っていて、彼女も犬たち同様にとても楽しそうだ。犬も毛を櫛で解くものなのか。普通の犬にはこんなことはあまりしないと思いますけど、この子たちには必要なことなんですよ。この子たちには、助政の手が手近な犬の頭を優しく撫でる。すると犬は助政の前に四足で立ち、解かれやすいように体勢を整えた。おえい、こっちに、早速イラストが来ましたね。ああ、いいね。まあ、そっちのワンちゃんの方は、どうなんだろう。櫛の入り方は、なんか刺さってるようにしか見えないこともないけど、まあまあ、あれはいいとして。可愛らしいね、結構、これ。結構、助政の、雰囲気かな、顔の雰囲気とかは結構好きなんだよね。髪の感じとか。なんか独特な髪型してるよね、この子。あと、ちなみにそれ肩についてるのは、さっきもちょっとチラッとは気になったんだけど、弓を使うから、あんまりがっちりとした鎧じゃなくて、肩は動きやすいような、なんか羽織ってる感じなのかな？まあなんかちょっとつけてるみたいな感じなのかもしれないけど、つけてて、多分、
袖が一切ないのかな、それ。見た感じ、二の腕とかも出てそうだし。多分、なんだろう、完全に袖なくて、まあ、脇とか二の腕が見えてる感じで、固定じゃないけど、それをつけてるってだけなのかな。まあ、二の腕のところとかは、その片当てで隠しててって感じなのかな、一応。いや、可愛らしいね。よし、では、読んでいきましょう。この子たちには必要って、戦場をかけるので、いろいろなものが降りかかることがあったり、小さな傷を作っていることもあります。櫛ですくときれいにできて、体調もわかりますから。おお。いや、砂やら、ともかく戦場では火の粉などが降ることもあるし、武器の飛び交う場所を走るのだから、危険がつきものなのだろう。こういうことか。しかし、気持ちよさそうな顔をしているな。牛はまんべんなく犬の体を撫で、犬は嬉しそうに毛を解かれ、なんとも気持ちよさそうだ。ええ、気持ちいいらしいです。特にサンは、この辺が好きなんだよな。いい笑顔ですな。どっちも、ワンちゃんもいい。ニコニコしてるね。スケマサの牛が尻尾の付け根あたりを解くと、サンと呼ばれる犬は本当に気持ちよさそうに目をつぶる。多分この3っていうのが1、2、3っていう扱いなんだと思うんだけど、その言ってた、一応言うことを聞くじゃないけど、軍用犬じゃないけど、まあ、警察犬とか、まあ、戦で使おうとしてるらしいんだけどね、スケマサは犬を。まあ、それの、一番教えられている3匹のうちの多分3番目ってことなんだと思います。犬によってそれぞれ好きなところも違ったり、反応もそれぞれで面白いんですよ。やっぱりくすぐったがりとか書いたりするのか。あ、違うね、くすぐったりとか いたりするのかかな、これ。ええー、いますね。ラクはくすぐったがりで、優しくよりはむしろ乱暴なくらいガシガシと好かれるのが好きです。あれ、1、2、3じゃなかったんだっけ。ラク3でラクなのか。逆にサイは強いのがダメで、少しでも乱暴にすると唸ったり逃げちゃうんですよ。というわけで、ラクとサイとサンっていう、そうですね、一二三じゃなかったわ俺の方も忘れてるね、呼び方を。本当に犬って可愛いですよね。私ずっとこうして犬を串削って暮らしたいくらいです。串削ってって思うんだ、それ。スケマサがうっとりとつぶやけば、それに同意するか、するようにサンが泣いたお前もそう思うのか、サン。よし、もっとすいて綺麗に仕上げてやるからな。しかし微笑ましくて何とも楽しそうだな。俺もやってみたくなるよ。トーマさんも串削ってみますか。男性ですし力が強いはずですから、強くすくくらいがちょうどいい楽なんかどうでしょう。お、俺にうまくできるだろうか。まんじゅうを食われ引きずられ、犬をうまく操れたことのない俺である。串で解くのも成功するのか心配だ。無理にはおすすめしませんが、失敗しても噛むようなことだけはありませんから。本当かな。それなら俺も一度試してみるかな。これだけの犬を。あれ、なんかさっき何て言ったっけ。これか。本当に犬って可愛いですよね。私ずっとこうして犬を串削って暮らしたいくらいです。あ、串削ってか。これだけの犬を串削るのはでいいのかな。トクのトクじゃないんだろうね。串削るのはでいいんだろうね。これだけの犬を串削るのは大変だろうし、つけまさも手伝いがいた方がはかどるだろう。ん？あ、失礼。これ予備の串です。使ってください。ラク、こっちに来い。今日はソーマさんが串削ってくれるから仲良くするんだぞ。お、返事はいいな。つけまさの呼び声にやってきた犬が俺の前に早く串削ってくれとばかりにピンと立つ。よろしくな。つけまさに習って。それは串削け、突起、え、どっちなんだろう。
と解き始めたものの中、くし気づき始めたものの、なのかな、くし気づきの方がいいのかな、この場合。くし気づき始めたものの、これがなかなか難しかった。俺これずっとくし気づきって読めるかな。あ、おい、ラク、逃げるな。ラクはくすぐったいのがダメだと聞いた通り、おっかなびっくり当てた俺のくしがくすぐったかったようで、背中の皮を妙な感じに波立たせて逃げ出してしまう。それは慌てて追いかけて犬たちの群れに入ったラクと、おもしき犬に今度こそ強めに再度くしを当てた。今度は強めに当てるから大丈夫だぞ。トーマさん、それはラクでなく強いのが苦手なサイですよ。怒ってる。だが俺が櫛を当てた犬はサイだったようで、思いっきりうなられ睨まれてしまう。嫌なことをされたのにそれでも噛みついてこないのは偉いと思うが、俺にはどれがどの犬やらさっぱりだった。お手伝いありがとうございました、ソーマさん。いや、むしろ邪魔したようで悪かったな。スケマサは笑顔で礼を述べてくれるものの、気づけば空は赤く染まり、かなり時間がかかってしまったようである。いいえ、犬たちもとっても喜んで、ソーマさんと仲良くなれたのも嬉しいみたいです。本当に？そうか？まあでも、サンとラックとサイの見分けはできるようになったから、今度からもう、くし気づき方の要点は間違わないだろうな。半日追いかけ回したおかげで、そっくりに見えた犬たちも、それぞれの顔つきの違いなんかが分かってきた。サン、ラック、サイ、次はちゃんと最初から気持ちよくくし削ってやるからな。おー、返事はいいな。今日仲良くなれた犬たちの中でも、俺の声に反応して泣いてくれるサン、ラク、サイはことさら可愛らしく思える。犬を使うなんて突飛な戦法は、バカにされることも多いし、訓練中の犬が迷惑をかけることもあって、なかなか大変だったりするんですよね。あ、だろうね。確かにスケマサが戦場に犬を連れてくることを心よく思わず、冷たく当たられることも多いようだ。きちんと戦いやすいように気を配っているつもりだが、俺も全てに目が届くわけではない。だけど、ソーマさんはいつも犬や私たちに優しくて、とても嬉しいです。これからも仲良くしてくださいね。ああ、これからもよろしくな。俺とスケマサが笑うと、犬たちも仲間に入れてくれというように元気よく泣いていた。多分さ、あれなんだよね。犬を使うこと自体を嫌ってるっていう人も多分いると思うんだけど、要は泣いてこっちの位置がバレるとかさ、向こう側に、知ってたら、知られてたらスケマさんの犬だっていうことを、本来そんなところになかなか犬なんていないだろうし、なんか急に始まったな。多分これスケマさんの話かな。そういう話でね、要は犬がいて何かしらバレることもあると思うから、そういうのを多分嫌ってる人もいっぱいいるんだろうねっていう感じかな。では早速行きましょう。八重地の拠点は整ったが、何か妙な感じがして落ち着かず、キョロキョロとあたりを見るが、やはり何もない。どうかしましたか、相馬殿。そんな様子を兵に見られていたようで、心配そうに声をかけられてしまった。いや、何か気配がおかしい気がしてな。気配ですか、もしかして敵でも潜んで。兵士の声がこわばるが、俺の感じている感覚はそれではない。いや、そういう気配とも違って、何か雰囲気が変というか、どうも胸が騒ぐというか、すっきりしない気分なんだよな。もしかして胸焼けとかですか。八重地で振る舞われた飯の量はむしろ不足なくらいで、胸焼けするほど食べられていなかった。いや、胸焼けでは。ん？なんだか向こうが騒がしいな。何かあったのか。あれ、犬たちじゃん。うるさいぞ、犬を黙らせないか。騒がしい方へ駆けつめてみれば、激しく吠えるサン、ラク、サイと、それに苛立つショウがいる。申し訳ありません。サン、ラク、サイ、一体どうしたんだ。スケマサは懸命になだめようとしているが、3匹は騒ぎ続け、全く声を抑えようとしなかった。どうしたスケマサ、今日連れてきているのは戦い慣れているサン、ラック、サイだろうに、こんなに騒ぐなんて。そうなんです、敵がいるのとも違う反応で
何か落ち着かない様子なんですよ。一体どうしたものかわからなくて、私も対処に困っているんです。あ、ちょっと待ってもらっていいですかね。ちょっと電話が。失礼、お待たせしました。では、そういえば俺も今日はなんだか落ち着かなくてな。とどこに連れて行くかだ。もしかしてここから移動しろってこと言うのか。タンが俺の着物の裾を軽く噛み、山の上へ連れて行こうと引っ張り出す。それに続くようにラクとサイも俺の足を押し、ともかくこの場から連れ出したいという感じだ。どうやらそう言いたいようですね。どうしましょう、相馬さん。犬たちがこんなに騒ぐのは私には何かあるとしか思えないのですが。犬は人よりも勘が鋭いしと聞くしな。よし、ここはサンラックサイに従うか。な、正気なのか、天城殿。俺の言葉を聞いたショウがバカにした目で見てくるが、何かあってからでは遅い。ああ、正気だ。向こうの高台へ八重地を移す。伝令を頼む。わかりました。伝令を行います。俺はそばにいた兵士に頼み、八重地移転の連絡を命じた。まったく、犬に従って行動するなんて。竹政の犬がうるさいと怒っていた将が復元にこちらを睨む。何か相手を沈めるいい言葉がないかと考えていたら、突然大きな地響きと揺れが辺りを襲った。うわ、今の音は何だ。先ほどまでの八重地が陥落しています。音の方向を遠メガネでいいのかな、これは。遠メガネで確認していた兵士が慌てた様子で報告を行う。地震だったのか、それとも地盤が緩んでいたことによる陥没なのかわからないが、あそこにいれば随分な打撃を受けたはずだ。そうか、これをお前たちは知らせたかったんだな。崩落の轟音にも慌てることなく、おとなしくしていた三楽祭が揃って一斉静かに鳴く。あ、一声だ、失礼、一声静かに鳴くだね。先ほどの八重地にいた時の騒ぎ音とは打って変わって、3匹はとても落ち着いていた。ありがとう、サン、ラク、サイ。お前たちのおかげで命拾いしたぞ。これからも礼を言うぞ、サン、ラク、サイ。今夜の功労者はお前たちだ。竹政と俺に褒められ、サン、ラク、サイが出てたように小さく鼻を鳴らす。犬をバカにしていたショウの忌々しげな視点を背中に感じながら、それを気にせず俺は賢くて可愛らしい3匹の頭をそれぞれ撫でた。しかし相馬殿はすごいですね。え、すごかったのは犬たちだろう。確かに犬たちもすごいですけど、それは動物の勘でしょ。相馬殿もさっき気配がなんだか変だと首をかしげていたじゃないですか。そういえばもう変な感じはしてないな。ほら、そうです、相馬殿にも動物のような感があるんですよ。相馬さんが犬と同じ感覚を。もしかして訓練したら磨かれるかもしれませんね。訓練するの、相馬を。兵士の言葉にそれは興味深いと助政がうなずいている。助政に俺が訓練されるのか。前に訓練を見学した時にかなり厳しかったからな。できれば遠慮させてくれ。そうですか、それは残念です。相馬さんに訓練したり、ご褒美で相馬さんと遊んだりするのは少し楽しそうだと思ったんですけどね。笑いながら冗談を言う助馬さんの手は優しく犬たちを撫でていた。訓練は嫌だが、共に散歩したり、たまに引きずられて、そしてあんな風に優しく撫でられたりするのだなどと想像するとにやけそうである。しかしそれを口に出すのははばかられて、俺は助政にしつけられるのは勘弁してくれと苦笑いしてみせた。まあ、おかげで助かりましたね。まあ、そういうこともあるよね、やっぱり。地震をナマズだったっけが予知するとかっていうのもあるぐらいですからね。
これこのままあったりするかな。ああるね。よし行こう。今日も騒がしいな。私の口笛を合図に犬たちが一斉に敵を想定して人形に襲いかかる。今度は別の音色で口笛を吹き、それに合わせて犬たちは動きを止めて待ての姿勢となった。おお、見事なもんだな。口笛だけでこんなに正確に指示が通るなんて。いえ、まだまだ訓練中です。止まるのが遅かった子もいますしね。サン・ラック・サイは戦離れしている分だけやはり機敏に動いてくれるが、他の犬たちはまだまだ弱いところがある。しかし仕上がり具合は上々で、いずれサン・ラック・サイ以外も戦で使えそうになってきたのが嬉しかった。いーって何、俺口笛吹く？吹けないことはないけど、そらもちろんやめとこうか、さすがに。あふんって相馬さんが口笛吹くと、犬たちは待ての姿勢のまま首をコテンとかしげる。訓練中でなければ見もだえなくなるほど、見もだえたくなるほど愛らしい仕草に思わず顔が緩みかけた。やはり俺の口笛ではダメか。俺も動かせるといいと思ったんだがな。いえ、少し練習すればなんとかなるかもしれませんよ。私の口笛以外では反応しないようにしつけてるんですけど、相馬さんの音にどう反応しようか困りましたからね。みんな本当は相馬さんの指示に従いたいんです。おー、あ、でもそこは従わないようにしてた方がいいような気もするけど、まあ、でも軍師だからな。従ってた方、従うようにしつけた方がいいのかもしれないけど、相馬がやる気ならば、そうなのか。犬は主と認めた者の命令にしか従いません。でも相馬さんは声でなら犬たちに指示を出せるようになったじゃないですか。犬の訓練を見学する相馬さんが、私と同じように犬を使えればいいのにと言ったことから、最近共に練習を重ねている。相馬さんと犬の信頼関係は随分と良くなり、最初は群れの仮想扱いだった彼が、今では私に次ぐ位置になり命令をする立場になっていた。そうそう、最初ね、群れで 下扱いだったんだよね、相馬は。だから口笛もしっかり教えればきっと従ってくれるはずですよ。おそらく口笛も指示をちゃんと取り決めればすぐに従うようになるはずで、相馬さんとユンたちのその信頼関係がなんだかとっても嬉しい。キャンキャンうるさいんで、どこの野良犬が紛れ込んだかと思ったらお前の犬か。相変わらず想像しくてかなわんな。お、あの前回のさっき言った武将か。いつの間にかやってきた男が私と犬を蔑むように睨んできた。こいつはこのところよく絡んでくる上に、こちらの気分を害してばかりなので、正直あまり顔を合わせたくない相手である。犬たちは私が殺気を立てたのに反応し、守るように足元に寄ってきて低くなった。やめなさい。犬たちは私のために思ってくれるのだろうが、それが余計に事態を悪化させることにもなる。静止の声をかけると悲しげに鼻を鳴らした。ふん、何の役にも立たん上に可愛げもない犬畜生が。まったく、ご当主もなんでこんな大バカな無駄飯食いを飼うことを許してるんだろうな。お、どうなる。何の役にも立たないとはどういうことだ。お前だって先日犬たちに従ってから陥没に飲まれずに無事生きてるんじゃないか。私が怒りのままに叫ぼうとしたのを先んじて相馬さんが声を荒げる。竹馬さんの犬は賢い。お前のように士気を乱す者よりよほど役に立つぞ。うん、天城殿、俺を愚弄するのか。俺は事実を言ったまでだ。竹馬さんと三楽祭は褒美を賜り、お前はお叱りを受けた。それが何よりの証拠じゃないか。あの陥没事件の後の出陣で、そういえばこの男は随分と荒れた戦をして作戦を乱したことでお叱りを受けていたことを相馬さんの言葉から思い出した。男が声を詰まらせ、悔しそうにこちらをぎっと睨んだ後で去っていく。私は大きな騒ぎにならなかったことにほっと息を吐いた。相馬さん、ありがとうございました。ありがとう。私が頭を下げると相馬さんが意味がわからないというように首をかしげる。犬たちのために怒ってくれて嬉しかったです。きっとこの子たちも嬉しかったと思うので、そのお礼です。俺は事実を言ったまでだな。サン・ラック・サイ、お前たちは本当にすごい活躍をしたもんな。相馬さんに頭を撫でられながら褒められ、
サン、ラック、サイが嬉しそうに泣いた。他の犬たちも男を追い払ったソーマさんに尊敬の目を向けている。そして私はソーマさんの優しさと犬たちを信頼してくれている気持ちに心がとても温かく、いや、とても胸が熱くなってくるのを感じていた。あ、これ、ここがあれかな？恋するところになってきたのかな？もしかすると。あ、でも結構長いな、この子の、あれ。まだ2回しかやってないんだけど、今回これで終わりにしとこうかな。ちょっと、今回で1回で終わらそうと思ったんだけど、今回ここで止めといて、次回早めに終わったら、お父さんかな、多分、太田道館っていうのがいるんで、こっちにもちょっと触れていきたいかなと思います。では、申し訳ないです。ちょっと少し早めになってはしまったんですけども、今回はここまでとさせていただきます。ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。